配当金領収証の例配当金領収証とは、株主の具体化した配当請求権を表彰する証書。領収証という名前がついているが、実際には株主が株式を有する会社に対する配当金の引き返し証である。会社が株主に配当金を分配する方法の一つとして配当金領収証を発行する方法がある。株主は受け取った。 配当金領収証を銀行当該者の委託を受けた指定金融機関に持参すれば現金と引き換え可能である。このように配当金領収証は容易に換金可能なため配当金領収証は簿記上現金として現金勘定で扱われる。2007年10月の優勢民営化まで大半の上場会社は郵便振り替え支払い通知証。 株主宛て発送することで配当金の支払いをしていたが、これも配当金領収証と同様の性格を有する。指定金融機関での支払いには期限があり、これを過ぎた場合は株主名簿管理人に提出して支払いを受ける。多くの上場会社等では、あらかじめ株主から配当金振込指定書の提出があった場合は、同所に 記載の銀行口座に配当金を直接振り込む取扱いをしている。配当金領収証は、印紙税法上の16号文書となり、3000円以上のものについては一通につき200円の印紙税が課税される。法人株主が受け取る配当金領収証は、金融機関で現金に変えられるので、現金として記載。後の換金時には、両替扱いとなる。 ありがとうございます。